指揮を取りますのは橋本デービュー方面副隊長です。火災現場に出場して本市独自の消火戦術を展開し、火災による被害を最小限に抑えることを任務としています。続いて入場しましたのは文書団体です。指揮を取りますのはノロ本部特別行動救助隊長です。して人命救助を行うために専門的知識と高度な救助技術を備えています。続いて入場しましたのは救急大隊です。指揮を取りますのは福井救急副課長です。救命医療を行うことができる救急救命士394名を配置し、日夜救命活動に取り組んでいます。続いての入場は緊急消防援助隊です。指揮を取りますのは岩本警備方面副隊長です。消防の応援のために編成される部隊です。徒歩によるパレードもいよいよ最後となりました。その最後に入場しましたのは大阪市消防局災害活動支援隊です。指揮を取りますのは谷口災害活動支援隊長です。この災害活動支援隊は現有の消防隊のみでは対応できないような大規模災害などが発生した場合に消防隊の活動をサポートするため招集される組織です。平成17年に創設され、現在は639名